本当にね、よくこう期待できるなと思うような選手ばっかりですよ。さあ、今日は脱がせませんけど。まず一番最初の花全国大会出場した時から花園ベスト16っていう目標を掲げていましたので、まあ、1回戦から強豪ではあるんですが、まず1回戦2回戦と勝って花園ベスト16目指して頑張らせたいと思います。全員が点数を取れるチームだと思ってるので、うん、今年はフォワードとバックスともに連携を取って、うん、まあ、いつもの展開ラグビーをしていけるようなチームですね。 あとは、まあ、去年ダメだったディフェンス面を今年1年やってきたんで、まあ、ディフェンスもしっかり見ていただけると思います。ぜひともですね、サッカーに追いつくような形で頑張ってもらってね、ここ3年間こうやって頑張ってくれて、うん、フットボール2つありますけども、ラグビーフットボールもサッカーフットボールも同じぐらいにね頑張ってくれれば。どう勝つ自信は一回戦、まあ、気の緩みをしたら多分負けてると思って、うん、まあ、1回戦から全力でやれば多分大丈夫だと思います。青森山田高校キャプテンの伊藤和樹です。昨年おととしともにベスト16を達成できなかったので、今年は絶対に達成します。青森山田高校キャプテンの中山純です。ベスト16いきます。青森山田高校フォワードリーダーの住城です。先輩たちが果たせなかったベスト16を今年は達成できるように一生懸命頑張っていきたいと思います。青森山田高校バックスリーダーの名乗り優勢です。今年こそシード校撃破できるように頑張ります。青森山田高校の2年生のフィルモネサヤです。ポジションはフルバックです。花園の頑張ります。青森山田頑張るぞ。